頭で稼いだ恥ずかしい。いやいや、あ、やっぱ違うんだ。そうね、あれだとこう自然、もう普通に吸うだけでその、うん、あの空気腹式になるので、うん、その実際こう分かんないって、うん、分かんない人でもこう、うん、こんな感覚なんだっていうのをこう理解できるというか。そうですよね、意識できるから、うん、自然に、ね、自然で、はい、膨らむんですよね。ここを膨らませてあの楽器を吹けばいいんだっていう箇所が分かるんですよね。多分じゃないってこう意識 しようとしても意識の仕方が分からないから。あ、そうか、ね、あれだとこう、うん、やるだけで、うん、もうか自然とそうなるので、うん、そうですよね。吹く時はここをこうすればいいんだっていうのが分かる感じがしました。なんかしかもすごいリラックスしてまるでヨガみたいな感じ。すごいなんかスーッてだからあれ、そうですね、こう余計な力が抜けるというか。あ、それもあれかもしれない。逆に教えてもらって。あ、そっか、そうですよね。あれやった後に吹き心地もやっぱあれですか、息入るように。あ、だからすごい全然なんか違いましたよ、最初。あ、全然。あ、最初やっぱ違いました。違いました。途中途中だからなんかすげえこうやべえ力入っちゃいましたけど。あ、いやいや、けど最初こう吹き味あれやった後すぐ最初吹き味の頃はもう全然こう楽に吹けるというか、力の抜けてるせいもあるんですけど。あ、